今日はねヘルシーなご飯、ジローマもちょっと超えてきたんで。お、PS5 だ。そう、使ってないけど。泣きそう。感動した。皆さんこんにちは。テレトテトテトテテテテテトテトテトテテ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 Dan Hitomi bakal ngajarin aku masak. Let's go. Oke guys, sebelum berangkat aku mau periksa dulu pakai Tada! Sari kue dorayaki choco peanut dan sari kue dorayaki cheese Hokkaido. Oke, aku mau makan yang dorayaki choco peanut dulu deh. Dorayakimasu. Sari kue dorayaki choco peanut ini dibuat dengan bahan-bahan pilihan berpadu dengan resep asli dari Jepang, menghasilkan dorayaki yang empuk dan lembut banget. Bener-bener lihat deh guys, isiannya banyak banget. Ada potongan kacang asli, terus berpadu sama rasa coklat. Asli enak banget iki, oishi. Oke, udah habis satu tapi nggak cukup guys. Jadi aku mau makan yang ini berikutnya. Nah, kalau ini favorit aku juga, varian cheese Hokkaido. Dorayakinya mantep banget, berpadu dengan keju manis di dalam yang melimpah. Asli enak pol guys. Terakhir. Banyak, by the way aku masih ada banyak banget stoknya. Mantap. Oke, udah kenyang, saatnya kita pergi ke rumah Hitomi, let's go. おはようございます。これからね、買い物行きたいと思います。はい、何を作るかは発表しましたか？発表してない。してないじゃあ、今日何作る？今日は日本の、まあ、もう昼なんですけど朝ごはんみたいなのはどうかなと思ってます。 OK、Let's go! Let's go! Let's go! バナナジュースを作ろう。あ、バナナジュース？うん。お、いいね。今日はね、ヘルシーなご飯、ジローマもちょっと超えてきたんで。ダイエットです。オッケー。豆腐？うん。オッケー。一つ。あとこれは自宅用に。次は玉ねぎね。はい。やっぱハンバーグね、玉ねぎが必須ですからね。そうだね。え、すごい、カレーセットとかある。楽だね、めっちゃこれ。カレーセット。おもろいな。ね、めっちゃ面白い。これ作ろう。次はお肉ですね。お肉でハンバーグだからね。合いびき肉をこれいきます。イエス。あの残りあったらあの別の料理で。ああ、うん、ありがとうございます。いただきます。次ははい、むきえびですね。はい、これはね野菜炒めに使います。よ、ありました。イエーイ。はい、家で着きました。駐輪場が空いてなくて、家の中置いてくださいみたいな。なるほど。そうなんです。あのこれ的可愛いな。牛すぎる。自分で作ったんですそれ。え？そうだよ。カーペットを体験みたいな。自分で作った？そう。まああの。あ、これリビング。そうそうそう。でかいな、でも。でかくない？そう。お、PS5 だ。じゃあ使ってないっす。私にあげる。いやあの DVD 見るのに使ってる。ああね、もったいない。もったいないすぎ。あ、じゃあこのコントローラー使わないか。いやあのそれで DVD 選択って言ってるから。ああやば。はい、できました。めっちゃいい家だわ。やば。YouTube あの撮影しやすい。しやすい。じゃあ毎日来ます。うわー、コラボしてくれない全然いいっすよ。じゃあまずはね、はい、あの瞳に靴をあげたいと思います。嬉しい。あの私のコラボ。すごい。え、こういうのは、え、これなんてブランドなの？とコラボ。ベンテラというブランド。ありがとう。え、なんか数字書いてある。あ、そうだ、マンタチュアって書いてある。マンタチュア。そうそうそう。テレマクスイヤスダハ。で、俺のリッキースパトイニー。はい、やめます。え、かわいい。どうですか、数学の数字書いてある。そう、数字書いてある。あ、猫、撮った猫ね。そうそうそう。で、下に見て。
そう、ジェロポリン、また違う。すごい。え、てか靴とコラボするのすごいね。すごいよね。履けるかな？履けれるかな？サイズは？ちょうどいい、ちょうどい ちょうどいい。イエーイ。で、次は最近またポコラップが年いっぱいくれるねした。ビッグプロダクト、かわいい。え、すごい、なんかデザートみたいな。そうね、食べれるの。すごい、ギフト感が。じゃあ、開ける。うん、うん、あー、こうみたい。かわいい。イエーイ。え、硬い、すごい。そう、硬い硬い。え、かわいい、似合いそう、私。めっちゃいいかも。うん、はい、アトラック、リリコの匂いです。うん、いい匂いする。いい匂いね。うん、甘い。いい味です。そうそう、甘い。ストロベリーみたいな匂いする。ナイスナイス。じゃあこれその中から、うん、ひとみが一番好きなのが色。私ね、普段つける色で言うとこの辺とかかな。でもなんか持ってない色だとこの辺かな。いいね、うん、使ってみて。あ、じゃあ珍しい色にする。いや、珍しい色にしてみる。使ってみて。よし、つけてみます。おお、あ、なんかグラデーションみたいになる。さっきつけたリップがあるから。いいね。おお。濃いね。でも似合う、似合う、めちゃ似合う、めちゃ似合う、めちゃ似合ってる。似合ってか、かわいい、この色。かわいいよね。うん、めっちゃ可愛い。いいね。ナイス。ナイス。めっちゃいいこの色。たくさん使おう。イエーイ。はい、Welcome to Jero and Hitomi Cooking Class。まずは、これ最後かな。ガムかかるものを、うん、サラダチューサーは私はもうパパッと作れるので。いいね。マスターだね。だよ。いい奥さんになります。オッケー、ナイス。うん、エビは野菜炒めに使うんで一旦しまっとこう。オッケー。では、はい、まず玉ねぎをみじん切りにします。オッケー。で、ジェロームはこの肉、はい、と豆腐をこれをこねてもらって、手袋してこねてもらう。オッケー。レッツゴー。お、ティンバー好きで。でしょ。うわ、いい感じ、うん、豆腐ハンバーグの難しいところは、うん、豆腐入れてることによって形がめっちゃ崩れやすい。そうね、そう、だからめちゃくちゃソフト。そうなの、だからひっくり返すときに失敗しやすい。頑張れ頑張れ、ヒトミー、頑張れ頑張れ、ヒトミー。これほら、スーパーにあったのこのもの。いやー。俺ね、玉ねぎとか、うん、ネギ、うん、カットするときにいつもスプリングベース使ってやるの。あー、一番こう確かにやればよかった。サングラスすればよかった。サングラスか、あのスイミングラス。確かにサングラス一番満タン。はい、じゃあ入れます。おい、ちょっと多すぎかなぐらいの。やばい、目痛いな。痛いよね。そう、泣きそう。泣きそう。感動した。目やばい。痛い、大丈夫。感動した。感動。うん、キトキト会えて。いや、本当に私も感動。ジロー前から。これはなんか両手つけた方がいいね。両手つけます。私もつけます。私も一緒にこねます。お願いします。あ、いいよ。よし。ナイス。あ、なんかすっごい、や、なんか柔らかいこれ。うん。私のお腹みたい。そうですね。じゃあ食べ物なくなったらジュロームのお腹を食べるしかない。食べて。食べる、食べるしかないよね。あ、いい感じです。痩せるな。お。上手じゃね。てかいい感じかも、こね方が。ナイス。ジュルジュル。ってことで外して大丈夫だよ。ねえ、もう最悪だよ。待って。これ取れないんだって。もう今ねバターをね
はい、レッツゴー。出しておりまして、あのバタの気持ちはくだらん。ナイス。これね、雪なんで、はい、一気に全部いっちゃいます。よ、私のこねたやつめっちゃいい感じだわ。では蓋します。オッケー。中火で焼きます。はい、まあ、そうだね。そうだよ、そうだよ。豆腐ハンバーグいっぱい作るから、いつも。なるほど。で、この間にですよ、次の料理のいきますよ。オッケー。次の料理はこれです。はい、むきエビ。野菜ダメ。そう、もうでも正直これはめちゃくちゃ簡単なんで。はい。で、今回はオリーブオイルを下に敷きます。オッケー。こっちはバターでしたけど。はい。で、オリーブオイルどのぐらいかな。適当に。適当にでいいよ。適当に。料理はフィーリングだからね。フィーリング。味付けにかかってますよ。そう。うわ。あ。お。あ、でも大丈夫だよ。半分ぐらいだよ。ね、大丈夫大丈夫。明日食べる、私が。見返って食べますか。ね、これ跳ねるから気をつけてくださいね。怖い。めっちゃ見えてんだけど、この人。よし。よっしゃ、ナイス、ナイス。炒めていく。じゃあ炒めるのお願いします。まだまだハンバーグはこれからですね。ナイス、失礼します。はい、皆さん、時は来ました。これね、あのひっくり返し、テスト。これはズルします。先に言います。なんでかっていうと、豆腐ハンバーグは崩れやすいから。そうね、両手でやります。 OK。 ほら、うわー、ナイス。めっちゃいい。あー、崩れちゃう。ほら、これジェロームの作ってんです。いや、違う。これジェローム作ってんです。せーの、うお。ほらほら、もう無理だよこれ、崩れちゃう。お、できるできる。おぉ、うまい。で、ナイス。もうこれ多分ダメだけど、ほら、ほら、私の作ってるの。ほら、見ろ。ほら。あれ、俺だよ。え、あ、これ。これだけダメだった。あ、はい、はい、次はね。はい、ちょっとあの瞳ならではのバカネジュース。そうなんですよ。体にめっちゃいいのと、あ、こっち見といてもらって。オッケーオッケー。で、多分、あ、ちょっと弱火にしよう。はい、よく一人で朝、作るバナナジュースを作っていきたいと思います。氷を入れます。氷入れます。次、バナナ入れます。バナナね、バナナジュースでも美味しいんだけど、バナナ入れます。頑張れ。入れます。そしてくるみとかをね、入れると美味しいんですよ。くるみと、あと私きな粉入れてます。なるほど。入れまーす。こんな感じで適当に。美味しいかな。美味しいよ。私が作ったら。美味しいかな。で、なんかあとここの蓋がなんかどっか行ったんですけど、誰か知りません。で、いつもラッピングを上からやってるんですよね、ないから。では、いきます。バル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 。じゃあ、まずはね、めっちゃ気になるこれ、バナナジュースね。飲んでみますか。ちょっと味見してないけど。いただきます。うん。飲みやすい。うまい。うまい。よかった。うん、味見し忘れた。うん。うまい。砂糖とか一切入ってないから。そうね。あ、でも甘くない？普通に。うん。くるみと
きな粉が甘くなってる。うわぁ、満タンジワ。いただきます。いただきます。お腹すいた。じゃあ、ハンバーグね。めっちゃ気になる。うまっ。うまっ。おいしい。しかも豆腐だから柔らかいし。そうだね。あのカロリーが減ったやん。そうそうそう。今日はもう全部ヘルシー。おいしい健康っていう日本のアプリがあるんだけど、そのアプリで料理するのが好きで。なるほど。全部健康なものしかないの、レシピが。いただきます。うまっ。うまっ。炒めてるだけなのに、このごま油みたい。確かにごま油は、大事。うまっ。うまっ。最高。じゃあ毎日お願いします。うまいな、これ。よかった。すごい、ありがとうね、やったね。愛情込めてるからね。あ、そう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 。そう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 。もう当たり前。だから美味しくなる。マントアップ。私の愛情。イエッ。じゃあ人見の愛情もあるかな。もう。ゼロもないよ。いっぱいある。そうそう。マントアップ。はい、皆さん、終わりましたよ。楽しかった。めっちゃいい家でした。おそんじゃ、皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録シェアお願いします。じゃあ、またね。またブー。チーヨー。